にちは、アルマ大学へようこそ。私の名前はマリナ・スタックです。このバーチャルツアーのガイドになります。この建物はスワンソンアカデミックセンターです。この建物では英語、歴史、外国語などの授業が行われます。これがアルマ大学の典型的な教室です。生徒対教授の比率は12対1で、平均的なクラスサイズは18人です。ここでは部屋内にある17つのパソコンを学生が使用して、オーディオやビデオの作成および他のコンピュータープログラムを使うこともできるデジタルメディアコメンズです。また必要に応じてノートパソコンを借りるシステムもあります。これは科学、生物学、工学などほとんどの理科の授業が行われるラウサイエンスセンターです。また私の後ろにあるのが生徒が使える科学技術の自由室です。ここはダンスを含む音楽と舞台芸術が開催されるエディミュージックビルディングです。こちらがダンスを専攻する生徒とダンス部門のダンススタジオです。ここアルマでは様々なスタイルのダンスを学ぶことができます。キルティダンサーズに参加して伝統的なスコットランドのダンスを学ぶこともできます。生徒たちの素晴らしいパフォーマンスを見たい場合はプレスビテリアンホールを訪れて、ダンサーやミュージシャンの素晴らしいパフォーマンスを見ることができます。また生徒たちの劇場プログラムを見たい場合はソラサッカー劇場でご覧ください。演劇はすべてキャンパスとコミュニティに開放されています。ホーガンアスレチックセンターでは大学の卒業式、主要なイベント、運動部の会場として機能しています。ホーガン内にあるアートのスミスアリーナではバレーボールやバスケットボールを見ることができます。ここは学生が身体的、精神的、または感情的な健康のために医療の専門家に見てもらうことができるキャンパス内の医療センターです。このオフィスはミッドミシガンメディカルセンターと提携しています。マックインタイア廊下は学生が人体についての全てを学ぶ場所です。医学やスポーツ医学などの健康科学に興味のある学生に最適な場所です。フィットネスクラスに参加してみませんか？または友達とスポーツや授業の合間に運動はどうですか？ストーンネックセンターではこれら全てのことができます。クラックアートセンターでは絵画、彫刻、デジタルアートなどの芸術的スキルを向上させるためのクラスを受講することができます。食事の時間です。ここはキャンパス内にある食堂で毎日さまざまな食事が用意されます。また食物アレルギーやその他の思考を持つための食事も用意できます。アルマ大学の学生は全寮制です。これは典型的な寮の部屋のように見えますが、家具を配置する方法は12種類以上あります。ルームメイトを選ぶこともできますし、互換性を基準に大学側に選んでもらうこともできます。寮は2人部屋から4人部屋があります。これが私たちの教会です。私たちは全ての信仰の学生をキャンパスに歓迎しているので、私立のクリスチャン大学ではありません。ここはキャンパスであなたの信仰を続けるための場所になります。ここは私たちの学生センターであり、卒業後の就職、履歴書の制作、インターンシップの検索、ダイバーシティとインクルージョンのリソース、そして世界中で勉強する機会を得る場所になります。これでツアーは終了です。短いツアーでしたが楽しんでいただけたでしょうか？近々キャンパスでお会いできることを楽しみにしています。